皆さんこんにちは。こんにちは。はい、自己紹介を早速したいんですけれども、ちょっと待てということで、ちょっと待て、今日は浴衣でイーサー。はい、ということでね、私たち浴衣でステージに参りました。はい、だからね、浴衣にぴったりなちょっとおしとやかな感じで自己紹介をしていけたらなと思います。はい、じゃあ早速いきますね。ココハです。アイコです。ゆきなです。はくなです。るいかです。あいです。わこです。7人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、まず最初はごめん、早速始まる曲に行きたいと思います。はい、はい、最初の曲はこの10期生で披露したいと思います。イエーイ。それでは聴いてください。君が仰いでくれた。愛の見えない
して大盛り上がり、ありがとうございます。はい、1曲目は1曲目は私たち10期生だけで乃木坂46さんの君が仰いでくれたを披露しました。私はですね、個人的にこの歌詞が青春してて可愛いなって思いました。いいね、どこら辺どこら辺。小さな告白にドキドキした。一番のキュンキュンポイントね。そうだよね、ピークだね。一番ピーク、すごいピーク、はい、そう、キュンキュンした後に私が2曲目に中森明菜さんのデザイアを歌わせていただきました。その後にね、愛ちゃんもゆきだも踊ってくれてありがとうございます。それが大盛り上がり。そう、あのホールもありがとうございました。はい、でね、今日は最初にも言ったんですけど、私たち今日浴衣なんですよ。浴衣で金祭ということで、はい、でも浴衣ともう一つ注目してほしいポイントがありまして、私たちの髪型です。大切ね。で、なんと今日この髪型、広島県理容美容専門学校の生徒さんにやってもらったんですよ。それぞれリクエストしたりしてちょっとやってもらったんですけど、そんな広島県理容美容専門学校さんのブースが皆さんの右後ろ、お祭り広場の場外になるんですけど、無料で2時まで体験ができるので、ぜひ浴衣の方もたくさん見えるので行ってみてください。ということで、はい、次の曲はあのスペシャルゲストと一緒です。ではでは、呼んでいきましょう。はい、せーの、サンジくん、フレッチちゃん。おいいかわいい、サンジくんかっこいい、かっこいい、かっこいい、シャタちゃん、シャタちゃんですね。そう、次の曲はサンジ体操をするんですけど、ちょっと私たちが浴衣でちょっとあんまり大きくは踊れないんですけど、その代わりにサンジ君とフレッチちゃんいっぱい大きく動いてくれるので、皆さんぜひ真似しながら、フレッチちゃんもね、あ、そうだ、フレッチちゃんも私たちと一緒に、あ、大きくは踊れないけど、サンジ君がね、そのみんなの代わり全員分大きく踊ってくれるはずな、そうそう、サンジ君8人分ね、ファイト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 、そうそうそう、ちっちゃいちっちゃい、もうちょっとでかくでかく。そして小さなお子さんもよかったら前に出て一緒に踊りませんか。サンジ君とフレッチちゃんと。